ここはどこなんだ。どうなってる。ようやく起きたのね、ボスケさん。夕食の時間だよ。なんだ、誰だお前らは。ミアはどこだ。食べな、おいしいんだから。このバカには何言ったって分かりゃしねえ。ルーカス、何やってんだい。何すんだよ、あんた。しろよ、親父。おい、どげ曲がると。好き嫌いはいかんぞ。夕食はちゃんと食わんだ。さあ食うんだ。ちゃんと食わんといかんぞ。ほら食うんだよ。最後のクソ野郎が吐きやがったよ。ジャック、こんな吐き。うるせえぞマグルト。せっかく作ってやったのに。ああ、なんだい、吐きやがって。あのクソ野郎許さないよ。せっかく私が作ってやったのに吐きやがって。こいつは俺にはとっておきのご馳走でな。わかるか。さあ行くぞ。クソ、邪魔しやがって。またあの札が来やがったんだ。こんな時にクソが。すぐ戻ってくるからな。行きやがった。
体どこへ行くつもりなんだ。よくこう言うだろ、家族になれば死ぬまで一緒だと。隠れても無駄だ坊や。そこか。出て行くつもりか。ここにいてくれ。もう少しうまくやらんとな、いいさ。
やったね、イーサン。ゾイだな。あいつらは一体何なんだ。知りたくなかったら黙って聞いて。その屋敷から出ないと、メインホールから出られるかも。わかった。あと、腕のはコデックスっていうの。なくさないで、大事なものだよ。おい、お前、おい、頼む、助けてくれ。ちょっと落ち着いて。あんた、ここの人間なのか。つまりこの家に住んでるのか。俺が？そうじゃない、違う。そうか、実はこの辺りで失踪事件があったと通報を受けてね。それどころじゃない、ここから出たいんだ。まあ落ち着けって。俺の話を聞いてくれ。この家のイカれた奴らに殺されそうなんだ。そうか、じゃあ言わせてもらうが、そういうあんたこそあんまりまともな人間には見えないぞ。ふざけないでくれ。いいか、さっきも言ったが、この辺りで失踪事件が頻発してるんだ。疑ってるわけじゃないが、あんたみたいなよそ者が関わってないともまだ言い切れないからな。わかったよ、何でも話すから。よし、わかればいいんだ。じゃあガレージがあるだろう、そこで話そう。待ってくれ、その銃を貸してくれ。あんたどうかしてるんじゃないか。なあ、保安官。保安官補佐だ。保安官補佐、どっちがいい。俺を新聞の死亡記事で見るか、助けて一躍ヒーローになるか。ポケットナイフだって。ああ、持っていけ、これで十分だろ。ほら、さっさとガレージへ行け、今すぐ。ナイフでどうしろってんだ。おい、こんなとこ早く出よう。いいか、まずこんな夜中に一人で何をしてるのか説明しろ。俺が？あんたもだ。俺は仕事だ。いいか、本当のことを話すんだ。質問に答えろ。言っても信じるわけないさ。答えろ。おい、シャッターを閉めるな。やめろ、閉めるんじゃない。よせ。お前もここで殺してやるし。お前はもう家族だ。
したんだ、もう玉切れか。何しやがる、どうしてくれるんだよこのクソ野郎。ああ、
しっかり見ておけよ。今から面白いものを見せてやる。マジかよ。いじめられた？父親なのか？昔はね。残念だが、奴はもう死んだ。あんたならできるかもね。え？何のことだ？やってもらいたいことがあるんだけど、今は話せない。鍵がいるかもしれないけど、とにかくこの屋敷から出てる。わかった。また連絡する。